西野です。ナダルです。さあ始まりました、エロチキンチャンネル。どうぞ。ちょっとここでね、発表と言いますか、はいはい、ナダルさん、カレー飯の CM 契約終わりました。お疲れ様でした。拍手やで。いや、お疲れ様でしたっていう、ね、おい、いや、お見事でしたよね。その、いやいやいや、だから今はルー大島さんにたということで。どういう枠なの、ほんまに俺は。だから、お疲れ様でしたよ。ルーさんの枠やった。ワンクールでしょ。これツークールや。ツークールか、すごいやん。お疲れ様でした。いやいや、まあまあ、ほんとにありがとうございました、西野さん、ほんまにね。だって、面白い CM やったやん。そうそう、でもほんまにね、マジでめっちゃ好評やったの、ほんまに。なるほどね。みんなに言われた。いや、面白かったもん、うん、だって、分かりませんって言うね。みんな、いいですか、一回。分かりません。これね。これで、ね。いやでもこのズラカオってさ、角刈りのめちゃめちゃおもろいから。なくはないです。うん、なくはないですのパターンもあるんです。そうそう、面白いからさ。CM 史上一番おもろかったんじゃん。いやでもマジで言われた、ほんまに。ちょっとね、気になるのはなぜね、相方の西野もどうですかって言ってくれなかったんかっていうね。言ったよ俺一人だけね。言って、あのだから言って俺、あのゴリラの中に西野入れます。ああ、その背景にね、ゴリラ一匹おったんですよ。ゴリラとか、ゴリラ一匹いましたね。うん、一匹でも一人というかね。はいはいはい、ゴリラおったんで。ゴリラね。ゴリラの中なんとか西野入れてませんかね。ゴリラの中、うん、ゴリラの中西野なんとか。じゃあもうかぶってるやん、ゴリラ。まあ、俺って分からんけど、でも、取ったら西野やったみたいな、どうですか、ね、ああ、取ったら西野みたいなね。うん、どうすかね、うん、それはちょっと、なんでなんでやっぱ、ガタイとか。それはちょっと、別に、誰でもいいんじゃないの、これ。あれか、だから、ちらっと聞いたんは、なんかやっぱギャラがあるやんか。もし俺がさ、出たら2人分になっちゃうやん。だからやめたんじゃん。いや、そんなことないって言うの。独り占めできるわけやん、ギャラを。ほんまに。いや、そうやな。多分そうやん。違う違う。いや、ほんまにさ、UQ モバイルみたいな感じでさ。いや、UQ モバイルもな。もうええねん。UQ モバイルね、UQ 三姉妹と。UQ ってね、うん、やってた。ちゃ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 つってね、深田恭子さんと、多部未華子さんと、長野芽郁さんね、その三姉妹と、コロチキで。やらせてもらってね。うん俺はかっつりあのステージの上に立たせようって、うん、やべえぞ言うてな。あの、ふかけもさんの一緒の位置な。うん、俺、後ろになんかね、恐竜に食われそうな、なんかおるなって。なんか恐竜になんか食われてるっぽい男おるな、俺。しかもその何がきついってさ、その、ありがたいですよ、ありがたいですけど、わーっつって恐竜に食べられてて、やめてとか言ってんねんけど、フカキョンさんの後ろにぼやけてうっすらおるって。しかも結構西野待ちの時間長かったし、俺待ちの時間がきつかった。西野の恐竜食われ待ちの時間やばかったよ。西野さん吊るされ待ちですみたいな。ビーンってこう俺がこう恐竜に加えられてるとこを、あの UQ さん姉妹がこうこうやって申し訳ない俺の吊るされ待ち。そうそう、しかもほんで俺もなんか気まずいからさ、うん、なんか喋りかけようとしてさ、UQさんに。その三姉妹のとこちょっと近づいて歩いてやっぱオーラすごい。あれめちゃめちゃ気持ち悪かった。あの吊るされて上から見てたけど、あのこう伸びて伸びて喋りかけず伸びてみたいな。マジであれやめた方がいいなとか言って、多部未華子さん多分引いてたね。あー疲れたなとか言って。ちょっとね、うん、CM ちょっと。いや、ほんまや、だから CM ね、まあ本当にニーズありがとうございましたけど。いや、そうですよ。でもほんまには僕フリーなんで皆さん使ってくださいって。ね。あ、今はね。俺コンビでそうよ。うん、今はね。いろんな企業さんチャンスですよという。うん、ほんならもう、何の CM が出たいですか、次。え、あ、だから俺言ってるやん。え、キムタクさんが出てる日産の CM、やっちゃいね。やっちゃってる日産で。やっちゃってる日産。ツイッターでめっちゃ言ってる人いました。矢沢永吉、木村拓哉、ナダルはないって。やっちゃってる日産。なんでやっちゃってる日産。やっちゃってるってなんか不謹慎やん。なんか事故起きたみたいに。やっちゃってる日産。いや、じゃあそれ俺コンビで出たよ、それ日産、うん、俺何で出れると思う。西野は向こうのその道走ってる山の奥で吊るされてるやつ。いや、なんで俺山の奥で吊るされてる。いやいや、そうやったら、なんでパッて ふと山見たら俺吊るされてる。なんで吊るされ芸人。
もういいんですよ、そんなの。いやでもほんまにね、やっぱり思うんが、はい、第7世代 CM 多いで。めっちゃ多いね。霜降りとかもそうやけど、花子もめっちゃ出てる。めっちゃ出てる。花子のあれ見た、菅田将暉君との。知らん。柔軟剤かな、消臭除菌なんとかみたいな、その3つの配合されてるみたいな、その3つとも菊田、秋山、岡部みたいな、なんかもうトリオもふんだんに使ってんのよ。もう俺の吊るされるやつとは全く違う。岡部って俺の何がちゃうの。いや、だいぶちゃうよ。共通点坊主なだけやろ。岡部は朝の顔できるけど、ナダルは朝の顔無理。朝ドラ出てるやん、岡部。そうよ、エール。朝ドラも出てる。あれ、俺でよくない。無理やん。朝ドラって知ってる？お前舐めんなよ、お前。高卒は、お前。いやいや、高卒でマウント取ってるのやばい。朝ドラは出たらダメなんですよ、あなたは。何がやねん。いやいや、もうやっぱりチャンネル変えられるから。朝の子できるよ。無理無理。おはようございますって言ってみるじゃん。おはよう、マッハ。いや、無理無理。いや、普通にやってもいいから。おはよう、マッハって思う。受け狙い見てる。普通にやってくれたらええの。普通にできない。岡部は清潔感ある坊主。ナダルは清潔感ない坊主。あるやろ、清潔感。ナダル、クロちゃん。で、岡部、暴れる君や。そうか、暴れる君まで清潔感あるの。いや、暴れるさんはあんのよ。いやだからそれで言うとさ、もう第7世代でミキさんも多い。いや多いのよ。めっちゃ白人。四千頭身とか出てるしな。四千頭身もする。あれ見た？ミキさんとイグジットのワンピース。ワンピース。めっちゃ腹立ってるよ。腹立つよ。いやすごいいいなっていう。でそのさ、すごくない？俺ら入ってないのおかしいやん。いやじゃん。俺らワンピースのコラボせな。ワンピースのコラボ。毎週ジャンプ買ってるぞ俺。ああなるほどね。ワンピース愛が絶対強い。強い。ミキさんとか。全然強い。あれ？ミキさん自分で言ってんの、第7世代じゃないって言ってるやん。だからもうそれでも呼ばれるってことは俺らよりは第7世代感あるじゃん。第7世代感っていうのもよく分かる。だから明確なルール教えてくれ。俺に聞かれてもさ、だから俺は29やんか言うたら36やん。だからこうそこなんちゃう。36って30超えたらあかんねんな。確かに20代を中心に。そうそうそう、せいやが言うにはね。ほんならミクさん両方30超えてんだよ。代打ではやめましょう、ほんまに。だからミキさんは微笑ましいよ、兄弟で、清潔感もある。もうやっぱ明確に違うのよ、そこが。俺らやっぱこので、イグジットさんも一緒やけど、仲悪いんですかとか聞かれるもん、俺やっぱり一般のお客さんやの、暴露とかそれ。だって仲悪いけどさ。いや、仲悪いんけどさ。仲悪いんかいって言うのか。だからさ、うん、その、イグジットさんもそう言い出した理論は、りんたろーさん先輩で30超えてるんで。まあな、30超えたら先輩や。もう出てきた時期とかもあるんじゃないの。もうほんまに頼むわ、マジで。もう CM ほんまにお前ミキさんね、昴生さんのことを汚い言うてもたもんな、楽屋で。昴生さん清潔感ないでしょ。俺と昴生さんないでしょ。昴生さん清潔感ないし、声も清潔感ないやんか、言い出した。え、声たまりたまりたまり。俺さ、声は綺麗って言われた。え、昴生さんの声たまりたまりたまりって。いや、いや、神戸大夫。声の出し方。ほんま頼んます、マジで。 CM まあね、企業系の案件ほんまにもう全力でやります。全力でマジお待ちしてます、本当に。企業案件ということもう、だからどんな CM 来てもいける。どんな CM でも。じゃあ例えばアクリル板の CM 来ました、うん、できる。できる、できる。はい、じゃあ15秒で、うん、ちょっとね、ここでやっぱアピールできるから。できる。ほんまに15秒測っていいですか。できる。いきますね、せーの。はぁ、今日も疲れたな。帰った。見えなかった、アクリル板が見えなくて止め止め、うわぁ危ねぇ。ちょっと待って、売り上げ落ちる。危なぁって絶対開かない。時間は14秒28。すっげぇ。めちゃめちゃいい。どうしてねえか。やっぱ時間配分がすごいね。これ見て、あの企業案件さん、本当に来るか。お願いします。来るか。